たちも先生の国だ先生の国ランク選手で宮田したら筋書きのないドラマを起こせる説伝えていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。打ちました。センターへ打球伸びる。センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っているバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。バッターレフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックス、インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。4番バッターどうですか。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。さあこれからドラゴンズが守備につきます。バッターは高松。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。中村が抑えています。ワンアウト。バッターはストライクです。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った打球はライトへ。バッターボックスには3番高橋。2アウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。ファウルになります。これもファウル。ボールカウントは2ストライクです。またファウル。ここもファウルです。さあ8球目は何か。アウトコース見送っています。またファウル。引っ張った。取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃。3球目打ちました。バッターボックスは6番マルティネスいます。2球目打ちました。ヒットになった。ワンアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている森野。ヒットでランナーを1塁に置いています。ストレート打った。掴んだ。二塁送球。二塁アウト。2回の裏。さあドラゴンズこの変化球空振り。ワンアウトです。バッターは DH マルティネス。レフトへ。ワンバウンドヒットになった。レフト前ヒット。サヨナラのランナーが出塁。ドラゴンズピッチャーが変わります。一塁にサヨナラランパッと投げ込んできました。次が3球目。外のボール打った。ワンバウンドヒットになった。ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には溝脇が入っています。さあ一打サヨナラのチャンス。初球打ち。しかしこれは追いつくか。セカンドランナータッチアップ。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには加藤が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。センターへ。この打球は落ちるか。どうだ。帰った帰った。サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人もタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。